っぱり力のある投手にはなってきますよね、サイスピードは。中に入ってきた、これは打ち上げました。センター西川掴んで2アウトです。サインが決まりました。フルカウント、ランナーはスタートを切ります。抜いてきました、空振り三振。サイスリードもピンチを背負いましたが無失点に抑えました。この辺、ね、どういったところにその変化球に合わせるのかっていうところとかね、我慢はできてます。あとはゾーンを2、3度振ってサインを決めました。緩いカーブで来た、空振り三振、見逃し三振。もうサイスニードからするもう最高のボールですね。それはね、他はある程度ボール球を振らせる意識強かったんですけども、ここはもう絶妙なコースですね。これは坂本も体重を少し体の内側に上げるようになりました。体側に上げて踏み出すようになりました。あ、これはスイング取られまして空振り三振。サイスニード三者凡退にジャイアンツ打線抑えました。が違うんで、そうですか、行かないんですよ。だからランナーいなくてもいいピッチングしてよ。ストレート空振り、打ち上げました。ライト丸山追っていく、掴んで3アウト。チャンス4番岡本迎えましたがサイスニード踏ん張りました。としては両投手違いますよね。違いますね、はい。まあ、サイスニードはね、まあ、ですのでサイスニード高めのストレートもどんどんと投げてきますし、はい、力ありますからね。あとはこうやってタイミングを外す変化球ですよね。これも吉川低めの変化球打たせまして2アウトです。坂本、まあ、ただ今日の坂本ね、そのサイスニードに対してもう一番どうにか対応するぞっていう気持ちが伝わってくるバッターですよね。第1打席かなり粘り、最後はカーブに見逃し三振でしたが、それまで素晴らしい粘りを見せていました。大松さん、はい、サイスニードに住岡アナウンサーからのリポートでした。大事ではないので、まあ、その中で抑えられているっていうのは僕は評価していいと思います。あ、ここもストレート空振り三振。ジャイアンツも8番萩尾からの攻撃ですので打順がトップに戻ります。ああ高め空振りですか、なんか足くん、あのティーバッティングでもあのようなルーティーンからバッティング練習を行っていますが、萩尾は2打席連続三振となりました。サイスニードも五十嵐さん、今日は高低、まあ、というお話ありましたかね。まあ、萩尾ね、今日前の打席で高め振らされる、今回は低めの変化球振らされるというところでね、なかなか今日タイミング合ってないですね。大松さん、はい、対応してるので、まあ、彼らの前にランナーを貯めたいっていうところですよね。空振り三振、ストレート空振り三振、力で最後は来ました。来ましたね。もうここやっぱね、いいボール投げ込みましたよね。空振り、この回も高低をうまくサイスリード使ってきますね。そうですね、切らなきゃいけない意識が強くなるので、まあ、そういったところはああいった、ね、ボールを空振りに誘ってるかなと思いますね。ライト方向も、ね、どうにかっていう気持ちは伝わってくるんですけれどもね。ここも吉川尚輝セカンドゴロで6回を終えて0対0、スワローズはラッキーセブンの攻撃です。無失点でマウンドを降りることになります、はい、